はいどうもコジロゲームズことケリです。今日もね FF ファーストソルジャーの動画作っていこうかなと思います。ということで公式大会、プレイ予選の方がね一旦終了しました。参加した皆様お疲れ様でした。そしてですね公式ページの方でこのチャンピオンシップね、ザ・ファーストソルジャーチャンピオンシップこのね公式サイトでこのプレ予選結果発表ねここが、全て表示されてるようになりましたね。でここで全部見れます。一応ね僕も見たんですけどまあかなりのねあの手だれの手だれの方っていうかね、まあ、名前の通った方がね、やはりエントリーしているなっていうのとですねやはりね多くの方が参加しているんだなっていうのがよくわかります。そしてですね、まあ、そうですね、まあ、結果からね、見てみましょうか。はい。結果からね、見ますとですね、このように、プレ予選結果、1位通過からね、最後の75位通過までね、全部、ここに表記されております。1位はこの月夜っていうね、チームになりますね。まあ、これはルールにのっとったポイントをね、一番獲得されたということで、1位通過ということになりますね。これまだ予選ですね。プレイ予選の結果です。で、ここで一応ね、総勢75チーム、ね、3人編成の75チームが、このプレイ予選を終了したということですね。はい。そしてその横ね、次、対戦表、見てみましょう。はい。対戦表を見るとですね、A ブロック、それから B ブロック、C ブロックっていう風に、まあ、3つのブロックにまた分かれるんですが、まあ、そこでですね、まあ、A ブロックの、チームはどれぐらいの順位で通過したのか、どれぐらいのスコアポイントだったのかっていうのをブロック別に見ることができますね。はい。ここは B ブロックになりますね。はい。ここ C ブロック。C ブロックはね、見た感じ一番激戦区だったんじゃないのかなと思いますね。やはりこの1位通過された月夜っていうね、チームがいるっていうことはやはりここは強い手だれがね、いたっていうことになりますの でしかもですねあと2位と3位の、チームもこの C ブロックにいたんですね。なのでこれはなかなかきついなと。ここのブロックでまあなんとかね戦い抜いた他のチームの人はね大変だったんじゃないのかなと思いますが、はい。でこんな感じでこれはプレ予選の結果の対戦表がここで見ることができますね。はい。この C ブロック本当1位2位3位通過したチームがこの C ブロックにいたんですからね。僕がもしやっててこの C ブロックだったらもういても立ってもいられないですよね。もう会いたくない会いたくないっていうのをね思っちゃいますもんね。うん。はい。それから次ね真ん中進出チームっていうところあります。ここでもですねはいここでですねそのチームね、どういったメンバーの方が在籍しているかっていうのをここで見ることができます。個別にねユーザー名を確認することができますね。でこの1位の月夜っていうチームねこの中に僕一人、推してる方がおります。はい。もうすごいなと思ってもう感心っていうかねもうさすがだなと思ってます。本当にできたらこのまま突っ走ってほしいなって僕は最後までねちょっと応援したいなと肩入れしてる感じでございます。はい。でこんな感じでね、はい、あの参加された方自分の名前もねしっかりあるかどうかを確認してみてもいいんじゃないのかな。星マークついてるのはおそらくねリーダーのことでしょう。うん。でこのようにねチームに在籍しているユーザー名が見れますのでお探しのね、推しの、ユーザーがいるかどうかをねここでしっかりと確認してみるのもいいかもしれないですね。あれあの人どこ行ったっけどのチームだったっけっていう時はね、まあ、この逆引きで、うん、ユーザー名から検索してみるのもいいですね。はい。そしてプレ予選が終わって今度からは本戦が始まります。本予選が始まりますね。それが7月の3日の日曜日から A ブロック、B ブロック、C ブロックが同時に始まります。ただし、タイムスケジュールがありまして、A ブロックから順番に午前中から始まって、3試合ずつやります。で、その3試合が終わったら次が B ブロックが開始されます。そこも3試合やって、そこが終わったら次 C ブロックも
3試合やるということで、 A ブロックが一番先に試合するんですね。午前ね、11時に集合です。11時半から第1試合ね、それから30分インターバルを置いて、次12時半に第2試合、1時半に第3試合って感じですね。でその時点で順位ポイントが集計発表されます。今度は B ブロックが始まるって感じですね。 B ブロックの場合だと、今度3時ね、夕方3時に集合します。で3試合終わって、まあ、6時半に終了っていうことですね。で最後に C ブロックですね。 C ブロックは夜の7時、夜の7時に集合して3試合やります。そして、まあ、10時30分に全てが終わるということですね。で今度7月3日日曜日に始まる本戦のね、試合なんですが、全25チームずつ、それぞれのブロック25チームずつが、戦います。そして集計の仕方はですね、まあ、ポイント制になって、この A ブロック、 B ブロック、 C ブロック、それぞれ上位6チームが、選出されます。なので A、B、C 合わせて18チームになりますね。でさらに追加枠で、上位進出チーム以外に7チーム合わさって、全部でやはり25チームになりますね。で最終はこの25チームでのバトルロイヤルになります。僕はね、ちょっと今回は、大会に出場していませんので、のんびりと傍観者してますが、大会参加される方はぜひね、最後まで優勝諦めないでね、どんどん突き進んでいってほしいなと思います。はい、歴史に名前を残せるかもしれませんので、頑張ってほしいなと思います。僕もね、皆さん応援してますので、ぜひ楽しんで頑張ってください。はい、ということで僕はね参加してないんですが、この大会本当に楽しみにしてて、遠目からですけど楽しみには僕も見ていますので、またね続報あったらね動画でもできたらなとは思います。はい、ということで今回はですね、大会のもう本予選が始まりますので、まあ、ルールについて少しね、説明してみました。知らなかったっていう方はね、まあ、これでちょっとは分かってもらえたんじゃないのかなと思います。はい、推しチーム、推しメンバー、今の間に見つけておいてね、お互いしとくのもいいかもしれませんよ。何のお互いだ。はい、ということで今回はね、これで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。バイバイ。工場のゲームズでした。